こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。立川記念競輪もいよいよえー、立川記念競輪が、えー、初日ですね、12エース特選の予想をお送りしたいと思います。えー、こちらの9人ですね。えー、うちグランプリに出た選手が、えー、清水と郡司となっております。 平原も出てますね。で、この3人は、あの、グランプリが立川ですので、立川か、立川へというレースになっております。そんなメンバーですが、こちらですね。4分線となっておりまして、えー、一番バック数が多い、吉田拓也の先行に乗る平原。 そして、力をつけてきました、清水ですね。こちらの両者を軸とし,しましてえ、平原の方が、えー、重視するので、えー、平原後ろにいる諸橋との折り返しも、えー、押さえてみたいと思います。えー、12S 特選はご覧の9人ですね。 えー、こちらですね。まず、バック回数が一番持っているのが5番車の吉田拓也。2番車の清水が6回。6番車の古障も6回ですね。以下、平原と軍司が4回ずつ。これがですね。ホームとなると、吉田拓也が断トツ6回ですね。 他が、まあ、軍事が3回あるんですが、他が2回未満ということになります。スタート回数も2回以下なので、これだけで、あのー、想像することはできないです。で、えー、並びが4分線ですが、誰が S を取るかというと難しいですね。 一番車は平原ですが、平原が本当に取るのか、清水が取ってしまう可能性もありますし、あんまりスタート合戦激しくはならないんじゃないかと思いますね。えー、平原としてはあんまり前は取りたくないでしょうね。一応同じことは清水にも言えるので、前を取るのはみんな嫌がるんじゃないかなと思います。 三連単のシーは、平原が一番人気ですね。で、二番人気が、その平原を後ろを回る諸橋、以下清水、園田となっています。つまり、関東か、西日本か、ど、という人気になっていて、その他のラインとなると、少し見劣るということがわかります、えー。二社単のオッズ、まだ数百票なので、 変わる場合は大きくあるんですが、えっ、ー、と、意外と、平原、諸橋の1級が5.8倍で、結構あの、突出した人気になってますね。で、2番人気も裏の918.5倍なので、この両者が意外にも、あの、人気しているということがわかります。 でえー、平原清水だと12が18.7倍、21が17.1倍ですね。で、えー、清水、ソーダの24が16.4倍。一方清、吉田が残る1号が14.6倍。一方、他のラインとなると、軍事和田73が16.4倍ですね。 保証村上の近畿ラインは少しあの人気が見劣るということになります。さて、えっ、ー、と、前場所ですが、まあ、グランプリ3人乗ってるんですが、それ以外となると、吉田拓也が、まあ、小,倉小倉で、2日、準決勝、決勝と、 2日間先行し、えー、バックを取っているレースとなりますね。他はバックを取っていないとなります。まあ、他って言っても、グランプリ出てる以外のメンツっていうのは、えー、追い込みか、それ,それとも、故障のように病気欠如かなんで、これだけは何とは言えないところではありますね。 えー、二者単三連単率見てみると、勝率は和田健太郎がトップ、二連単率は清水がトップです。まあ、最も走ってくるグレードが、あの、微妙なので、えっ、ー、と、グレードもありますので何とも言えないんですが、清水は、あの、走ってくる。やはり、SS ということもあり、特別競争とか記念とか、 大きなグレードレースが大きいので、やっぱり競争得点のトップも合わせれば清水が抜けているんじゃないかなと思っております。他やっぱり和田健太郎の好調ぶりは目を光るものがありますね。前場所の前橋も、前が不発に終わりながらうまく切り替えて、最後、まあ短い直線の、ま、 ササーマークではあるんですが3番手から中を割って一気に頭に突き抜けましたまあ初日からそれが発揮できるかといったらまた、えー、話は変わってくるんですが、えー、目下の好調ぶりが現れてますねでは えどうするかと言いますと、まず誰が先手を取るかっていうところですね。清水が、清水の後ろはその田です。となると、その田のために、初日とはいえ先手取ってくるかなというと、えー、疑問に思います。やっぱり一番先手取る可能性は、 バック回数が多くて、前場所も先手取ってた吉田拓也なんでしょうね。となると、関東が、関東ラインが先手を取る展開が十分予想されます。他となると、古障はバックまで取るかなっていう気はしますね。やっぱり、誰かの先手男を行為を取ってまくる競争が古障じゃないかなと思うんで、他となると、 和田健太郎を連れてる軍事がひょっとすると、えー、逃げる可能性はあるかもしれません。まあそういう場合でも吉田拓也一度は前に出るので、3番手取れるでしょうね。ね早く、えー、清水を仕掛けに合わせて先まくりを打つんじゃないかなと思います。 ま、軍事も構造距離は長くないんで、逃げたとこで垂れちゃうんで、結局吉田が踏んじゃうと思うんですね。そうなると、1551もないとは言えないんですけど、まあ、ここは、あの、地元の維持ということで、地元じゃないですけど、まあ、最強の、 隣という意地として平原、まあ。グランプリも最後突っ込んで3着でしたからね、えー。後ろから突っ込んで3着と足はいいので、それを継続できるんじゃないかなという気はします。また、隙を突く競争しか今平原できなくなってきてる感じはあるんで、 まり、あ、正攻法で押し切るっていうのはなかなか難しいとこですよ、けどね。まあ、怖いのは難関および故障だと思いますね。初日こそ、あの、6番車とはいえ、うまく行為を取った場合、故障は、あの、侮れないっていう気はします。 あとはやっぱり清水でしょうね。力で叩き切っちゃう可能性はあります。ひとまず、あの、普通、一番可能性のある展開から考えると、やっぱり吉永先手。で、三番手じゃない、4番手を誰が取るか。というとこですね。清水。 とは、限らないと思いますね。やっぱり古生も、ここを狙ってくるんで、清水は、簡単に、一度は前々で、インキリはするでしょうけど、だからといって、すんなり、4番手取れるかって言ったら、少し、孫つくんじゃないかなと思いますんで、一応、平原と近う清水って書いてますけど、 え、原を本命にしたいと思います。なので、え、1221は本戦なんですけど、清水があの、故障とか軍事に絡まれて、不発に終われば結局、諸橋も、との、ワンツーになるんじゃないかな、という気はします。なので、この両者、ってことですよね。 まあえー、っと初日は様子を見る、調子とか様子を見るレースなので、これで、えー、控えめに行きたいと思います、えー。新年早々ということで、2020年初のグレードレース、タクチカ川記念経理、初日予想をやってみました。皆さんいかがだったでしょうか お気に入りましはチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しています。よろしければ見てください、えー。この動画、最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト、表示されます。お時間ありました見ていただければ嬉しく思います。さあ、えー、いよいよ2020年も、えー、競輪が本格的にスタートしました。果たして今年は誰が、 活躍するのでしょうかご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。